飯塚市のテニスコートで開幕した車椅子テニスの飯塚オープンには全国から50人余りの選手がエントリーしました。あいにくの雨のため会場を急遽屋内のコートに変更して試合が始まり、今日は男子女子それに手にも障害があるフォワードのそれぞれでシングルスの1回戦が実施されます。飯塚市では毎年世界のトップ選手が集まる飯塚国際車椅子テニス大会が開かれてきましたが、新型コロナの影響で海外からの参加が難しいことなどから3年連続で中止となりました。これに代わって国内の若手選手の育成や競技の普及を目的に今回の大会を開催することになったものです。大会は今月24日まで開かれ、一部のコートでは無料で試合を観戦できます。